魂込めて書いてきます。だからこの状況になるとすげえピリピリするんですよ。もう全部かけてくるんで真剣勝負です。ベトナム公開で3回目になりますね。五行座にあるんですけども、そこで巨大書道パフォーマンスをしますので。僕は高校教師の頃にいつもホームルームの時に夢を叶えようねって本気で生徒に話をしてたんですよ。日本から来ました、小川の坂本浩一です。よろしくお願いします。ただ一方で僕はじゃあ夢を叶える指導をできるのかなと思ったんですよね。だから僕自身が実際に経験をして、そして社会の大変さとかどうやって生きていったらいいのかということを伝えたくて書道家として独立しました。これから30日絆を込めて書かせていただきます。小市坂本先生は本当に有名ですね。坂本先生来られてすごい大きいのニュースです。この書道を通して世界中の人に元気を伝えたいと思ったんですよ。僕の字を見てくださった方が例えば嬉しいとか寂しいとか悲しいとか悔しいとか作品を見た時にその人の心に響く作品を僕は書きたいと感じています。ですから一言で言うと伝えたいのは感動ですね。